一番僕が気になってるところから言っていいですか、はい、あのデコルテラインって何ですか気になるよね鎖骨のこのあたりが鎖骨こうクッと綺麗な人がなんか骨格フェチなんですよ、僕。あ、なるほど、なるほど。骨格フェチなんだ、はい、だからその男性でも、顎のラインがクッてなってる人とかいいね。あ、本当に僕の鎖骨そんないい、やった。好きなんですよ。なんかムカつく。あ、鎖骨見えない恐怖着てらっしゃる。鎖骨、ね、いや脱がなくていいよ。そういうのじゃないでしょ。鎖骨、そうです。あ、確かにこれさ、評価されるのムカつくね。です、うん、ですよね。そうだ、自分が評価される側に行くとね。さらにこれを数値化されるわけです。数値化される。そうね。そうか。はい、ありがとうございます。なるほどね、デコルテラインってここなんだ。はい。ほう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 。なんかデコルテだからさ、このこめかみのあたりかなと思ってた、勝手に。デコだけに？デコだ、ちょっと外れ。